大丈夫ですね。じゃあ行きますか。はい、いやお腹いっぱいです。めっちゃ食べた。ごちそうさまでした。いや、ショウさんが出してくれはったんですよ、本当に。いやいや、そんな全然大したことない。ありがとうございます。いや飲み代に比べたら、いや、そっか、飲み代はもうリミットなしですよ。そうです、全然お腹入ってきてももう全然出てくるしみたいな。いやそうでね、ちょっとね、ショウさんにねお尋ねしたいことがあったんですよね。はい、まあオーナーオペレーターに関してですよね、ショーンさんね、数ヶ月前まではカンパニードライバーとして働いてた。そう、今年の1月まで。そうなんですよ、僕と同じカンパニードライバーとして働いてはったんですけど、まあなんかある日中古屋さんにトラック見に行ったら、なんかお持ち帰りしてしまうはずだって。そうなんですよ。その動画もちょっと紹介させてもらいますけど。そうだから、それでね、買ってからはね、やっぱり買ってからすごいですよ、ね、その後、その会社をどうしようかっていうことで、いろいろね、最初前カンパニードライバーとして働いた会社でオーナーズオペレーターやってたんだけども、ちょっとやり方が大変だったので僕には合ってないなということ で次の会社、今現在働いてる会社なんですけども、そこでやったんですが、でも、ね、なんかオーナーオペレーターでもいろんな働き方があるんですよ。そうです。それと、オーナーズオペレーターをやろうと思ってる人たちはやっぱり何を優先するかっていうことなんですよね。だから仕事はもうどうでもいい、そこそこブラブラしながら仕事をしたいっていうのであれば、オーナーズオペレーターもいいと思うんですけど、いや、銭やってお金をね、やるんであれば、もうカンパニードライバーとしてもう馬車馬のように働くのが一番いいと思いますね。だから今の世代、ご時世、そのオーナーズオペレーターでいっぱいお金を儲けようっていうのはちょっとね、時代的に厳しいです。でやっぱりアメリカの、アメリカのっていうか、トラックはね、故障するものなので、だから、ね、修理に持って行って直すだけかって言ったら、それだけじゃないんですよ、実は。持って行ったら、じゃあ3日待ちだからとかね、4日待ちとかになったら、もうその分仕事できないでしょ。そうですよね。で、出先に行ってたら、モーテルも取らなきゃいけない、そこで丸々4日5日待たなきゃいけない。あ、そうですよね。そう、そういうね、小さいことを考えたら、やっぱり会社がでかい会社で、でカンパニードライバーとして、でいろんなところにターミナルがあって、でそこで会社の、ね、トラックだから会社が直してくれて、でもしくは台車があって代わりのトラック ですぐ動き回れるっていうのが一番いい方法ですよね。だから本当に気楽に、仕事するんであればオーナーズオペレーターもいいですよ。で、壊れても壊れた時に、これも休暇のうちと考えて、なるほどね、はい、もう考え方ですよね。4日5日骨休めするっていう考えで、モーテルね、出先のモーテルで、過ごすっていうのも、だから考え方の問題ですよね。でも本当にお金を一生懸命稼ぎたいんであれば、もう必ずカンパニードライバーで、なるほど、もうガンガン走った方がいいと思います。なるほど、すごい、もう経験者ですからね。いや、なんかちょっと前、それこそ数年前って言ってもいいのかな、もっとなんかオーナーズオペレーターでも、やっぱレートが高くて、結構お金になった時もあったんですけど、でもね、なんか聞いてたら、よくね、日本だったら競艇とか競馬に行って、大勝ちした時にみんなにその時だけを報告するみたいな、ボロ負けしても言わないでしょみんな。だから、こんだけ勝ったって言った時にみんなに言う。だから、この人みんないつも勝ってんのかなとか思うけども、実はプラマイマイナスだったとかね、で負けたことを言わないと。だからそれと一緒で、オーナーズオペレーターやってて、いい稼ぎのいい時にみんなに言って、でもなんかボロボロの時にはもう黙って誰にも何も言わない。そういうことで、それも、なんやろ、もう稼げるもんやっていうの、そういう噂だけが広がってる。錯覚すると。なるほどね。だからそれも
うん、そういうこともあるので、はいはいはい、やっぱり長い目であの平均的に見たら、うん、うん、なるほど、うん、いろんなケースがあるんですね、うん、そうそう、うん、気楽さを取るんであれば、はい、オーナーズオペレーターとして、あ、なるほど、うん、じゃあもっとこう余裕を持ってやってる人らは、うん、いいみたいな感じ、楽しみながら、うん、そう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 、そういうことですね。あとやっぱどうですか、こうもしそれがまあまあやっぱ修理とかは結構お金かかってしまいますけど、新車とかやったら、いや、あのね、新車もね、壊れるものは壊れるし、あ、まあそうですよね、うん、でいっぱいね、まあ、あのカンパニードライバーやってる時にあの新車が入ったって言って取りに行って、うん、で結局修理で5時間待ったとかそのザラに聞くから、あ、そっか、うん、なんかアメリカのトラックは、うん、未完成のまま売ってるのかなっていう、そういうのがあるから、はいはい、逆に、うん、1年2年落ちの中古の方がある程度、うん、値段も下がってるし整備もされてるから、はいはい、あのね、会社からあの未完成のままで出荷されてもそこを直されてるっていう、そういう感じがするんです。だからみんながみんなね、そうとは言いませんけど、まあ、まあ当たり外れはあるかもしれんけど、でもやっぱり聞きますもんね、うん、そういう話は。だから多分外ればっかりやと思うけどね、うん、だからその外れがどの程度のダメージの外れ、はいはい、うん、なるほど、ね、まあうちの会社もね、まあ、うちの会社のトラックほとんどリースなんですよね。で4年、まあマックスで4年落ちなんですよ、だからそれ、まあ、それ以下の、それ以上、それ以上のやつはないんですよね、基本的に。あ、それより古いのはね。それでもやっぱ問題起きますからね。だって初期の頃新車もらって、はいはい、なんかいっぱい潰れてたよね。そうです、そうです。トーイングされたりとか、はい、ありましたもん。あれまだ全然2年以内のやつやったと思います。結構新しかったです。だってそれオーナーズオペレーターだったら全部実費よ。あ、そうです。それ考えたら、うん、それ考えたらトーイングでもうすでに何千ドルってかかるからね。、うん、はいはい、そう、それでそれプラス修理、はい、で部品なかったら部品待ち、それも結構時間かかるって聞きます、ね、うん、うん、そう、うん、そう、だからね、まだね、2、3日で部品来るんだったらいいけども、うん、海外からで1ヶ月の人が1ヶ月半とかっていうのも実際にあるから、ね、ああそうなんです、うん、だからそれあったらもう、うん、もうアウトよね。もう海外旅行ちょっと行くしかないよね。仕事辞めて。いやーきついな、うん、まあそれが現実ということですね。そうそう、まあ、まあもちろんいろんなケースがあるかもしれないですけど、うん、確かに、まあ、その通りですよね、うん、だからもう本気で稼ぎたいのであれば、こう、まあ、どっか大きい会社入って、カンパニードライバー、あのチームドライバーで、はい、チームってめっちゃ大変やけど、チームもね、まあ、なんか人によったらなんか命削ってるって言われますよね。慣れてない人からしたらね、走りながら、ね、でなんか会社によったらね、チームも男同士で組むのと女同士で組むのとミックスって言って、男と女で組むのもあるから。あ、そうなんですね、うん、だからそのチームでどこまで、あのプライベートなところ場所を削れるかっていうのが問題ね。あ、はいはい、結構気が合う人でもやっぱりあんな四六時中ずっと一緒にいたらピリピリすることもあるって言いますもんね、うんうん、だからキングオージさんがやっぱ言ってはりましたね。ああ、そう、やっぱりやっと1年やってはりましたからね、うん、だからほったらかしにも、あの服とかね、うん、その物を床にほったらかしにする人も結構いるらしいから、ああ、うん、無理やな、あ、無理やわ。で片付けてくれって言っても片付けへんとかね、あ、うん、そういうのあるから、やっぱり、うん、いろんな国籍で、まあ、いろんな宗教で、それもある、うん、あのトラックのキャビンの中で夜中にあの、うん、お祈りしてる人もいるから、あ、隣にね、おっしゃってましたね、うん、あれですよ、トレーニングの時って、あの、その人はいなかったね。あ、そうですか。うん、1日6回 お祈りする人たちは、うん、いなかったね。あ、だからね、ああいう人たちと、もし当たればね、はい、どうなるのって、ね、どうすんの、うん、やっぱり宗教の違いって大きいから、うんうん、まあ、僕自身がね、まあ、将来的に言ってたもんね。そうなんですよ、ね、僕もそうやし、そう、キングおじさんもそうやし、うん、まあ、トラック買ってオーナーズオペレーターでやってみたいなっていうやっぱ気持ちがあったんで、まあ、まあ今でもまあ考えてはいますけど、まあ、タイミング次第やなっていうのもあるんですけど、うん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 、でも今はちょっと厳しいなっていうのは、まあ、実際にだって荷物自体もやっぱ少ないんで、うん、そう、
それはちょっと致命的ですよね。そう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 、だから、ねね、僕みたいに大きい会社に入ったら荷物がいっぱいまだあるから、うん、あのディスパッチ屋もね、うん、あのディスパッチしてくれるから、うん、だからその点は前の会社で、ねうん、オーナーズオペレーターやってた時よりももう全然楽。あ、はい、うんうん、だからほんまにやっぱ用心せんといかんのはどっかで泊まった時、はいはい、泊まった時にそのお金にしたらね、日本円にしたらもう何十万円でかかるから、はいはいはい、うわ、うん、落ちの怪我、そう、何十万で、うわ泊まった、うん、だって泊まるようによったらね、あのトーイングしてもらわな、レッカー必要、そうです、ね、レッカーで20-30万、うん、であと修理で、修理で部品なかったらホテル代、はい、でその間ずっと、うん、あのホテル住まい、うん、ね、そしたら食べることもやばいですよ、ね、うん、で下手したらレンタカーもいるかもわからないし、そうですよね、うん、だからだって大変さえなんか固定費って言ったら変ですけど、その保険料とか毎月絶対必要な、あ、そうそう、会社それはね、うん、会社引きになってるから、うん、だから燃料も保険も、うん、あのサトルメントから、うん、あの毎週サトルメント、うん、あの、はい、からあの総裁されて、はいはい、で入ってくるから、それはね、あの、あ、なるほど、うん、まあまあまたちゃんと、うん、やってるから、うん、自分でそこまで、ね、全部、はい、どこの州に何マイル走ったとかも会社がそれやってくれるから、はいはいはい、あのそれも自分で、はい、やる人は自分でやってるからね、そうですか、州を入るたんびに、はいはいはい、あの、うん、あのメーター見て走行距離見て全部書き換えて、うん、ケンタッキー入りました何マイル、うん、であのテネシーに入りました何マイルってね、うんうん、それで油の、うん、計算して、うん、いや、オーナーオペレーターズでもやっぱいろんなやっぱ働き方があって、そうそう、種類がね、人もいるってことですよね、そう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 、だからまあまあね、物の取りようやね、あ、はい、うん、うん、だから その分やっぱりね、ある程度お金はね、うん、その分のお金を貯めとかないと、うん、何かあった時に、もう廃業になってしまう、もうすぐにトラック売って、うん、そう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 、もうトラック降りなかったっていうなりかねなく、うん、そうそうそう、うん、その修理のたんびにね、うん、もうだって月々の支払いっていうのは毎週毎週の支払いっていうのは必ず来るから、はいはい、うん、それはもう引かれるわけであって、はい、で仕事できないって言ったらもう何もせずにマイナス、そうですよね、うん、怖いな、それ怖い、怖い、うん、そう、何もしなかったらゼロじゃないからね、ゼロじゃない、ゼロじゃないから会社で働いてたらゼロなんですけどね、そうそう、カンパニードライバーね、オーナーオペレーターでやったらマイナス、そうそう、会社でやってても、うん、やっぱり引かれる保険とかいろんなね、ライセンスプレート代とかそういうの引かれるから、うんうん、だからどうしても、はい、ね、長期の休みも考え多いよね。おお、そうですよね。そうそうそう、ちょっと大変ですよね。そうそうそう。ちょっと日本1ヶ月日本行こうかなって。そうだから、うん、ちょっとだからマイナスの状態で行かなかったんですよ、ね。だからその分をもう10ヶ月ぐらいコツコツ貯めるとかね、10ヶ月ぐらい前から、うん、その1ヶ月分の穴埋めをね、はいはい、うん。そういうのがあるからやっぱりどうかな。カンパニードライバーの方が気は楽っていうか、その考え事はあんまりないよね、うん、そうか、ストレスがあんまない、うん、だから大事ですもんね、うん、ストレス、そうそう、ストレスがないっていうのはだから一番嫌なのが、なんていうの、カンパニードライバーとして残りの時間が少なくってどっか行ってくれとかって言われて、うん、で、うん、あの荷物を取りに行ってもう時間ギリギリでトラックストップ行ったら止めるところがないとかね、あれが最悪やね、最悪ですね、うん、僕もうほんまにストレスでした、うん、初めは、うん、そうそうそう、だからもう今はもうそういう風にはしないように、あとはまあ会社にもできる限りそういうのないようにね、そうそうそうしてもらってますけど、まあ、やっぱ基本的にね、みんな運転手は夜寝る、ね、そうですね、うん、夜は寝た方がいいです いいけどもその駐車場とかね、探すのを考えたら、うんうん、やっぱり夜走って昼間寝るっていうのはね、そしたら楽勝ですね、うん、絶対空いてますね、うん、パーキング探すのね、うん、あ、そうか、そうそう、なるほど、そういう考えもある、それか、まあ僕みたいにもう早く起きて早く終わるかっていうパターン、そう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 、うん、そう、だから早くって言っても、うん、
何時？まあまあ結構、まあ、5時ぐらいから走り出して4時、3時4時にはもう走り終わるみたいな。それあんまり働いてないやん。あ、でも結構ですよ。5時からやから。5時から3時。そうです、そうです、うん、まあ10時間、そんなもんですか。あ、まあでもがっつりじゃないけど、うん、まあ9時間から10時間走るっていう感じですね。1日。まあまあ走るの、あ、そうか、うん、そうだ、走るのはね、うん、走りっぱなしだとそれぐらいになるもん、ね、あ、そうそう、まあ、うん、今日は走りっぱなしですけど、うん、まあ そんなにまあカナダ、カリフォルニア、あ、まあカルガリーとカリフォルニアって言ったらもうほんまにもう一回ドロップオフして一回ピックアップしたらもう終わりなんで。ああ、そうか、うん、じゃあ丸々走る日が2日ぐらいあるっていうことね。あ、そういうことです。2日、うん、2日ぐらいあるってことですね、うんうんうん。片道2日の帰り道も2日丸々走る。そうです、そうです、はい、そうしたら11時間以内に収まるから、うん、まあ、まあ体は楽は楽よね。そうですね、うん、今回に関してはもう3日、そうだから初めの3日間走りっぱなし、うん、あ、まあ会社で荷物ピックアップして、うん、まあ、そこからもう3日間走りっぱなし、うん、でその次の1日でドロップオフとピックアップして、でまたで、あとは帰る、うん、まあまあそういう働き方もありますね、うん。ショーンさんの経験が誰かの、ね、お役に立てるといいですけどね。まあまあ本当人は人、はい、ね、その、うん、ね、なんかあった時の、うん、その捉え方も、あ、その人次第、はいはい、うん、まあ、余裕を持ってね、そうそう、やるのが、うん、楽しくできたら一番いいやろうし、うん、感じですね。そうそう、いや、ほんま参考になりました。ありがとうございます。いえいえ、どういたしまして。参考になるかどうか。いやいや、ほんまになりました、なりました、ほんまに。やっぱいろんな人の話、はい、聞けるっていうのは大事だし。まあ、こんな感じで、はい、お話は終わりです。はい、ショーンさんでした。あ、どうも、はい。ご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、失礼します。